こんにちは、花クラブの宮川です。今回はリクエストへのアンサー動画です。今年は母の大好きな紫陽花の切り花で大きめのブーケを作ってみたいです。紫陽花のように大輪の花での作り方を教えてほしいです。あんこに入れるグリーンなどどのようなものが適しているか教えていただけると嬉しいですとのこと。紫陽花を使った大きめブーケですね。了解です。では早速やっていきましょう。ちょっと変わった形の紫陽花です。くるんとお花がカーブしてますね。まあ、紫陽花の場合はこの花と思われているところは萼なんですけどね、なかなかこう首が曲がってしまってるので下からガードしながら組んでいきます。結構こう路地のものって首が曲がっちゃってるのが多いですね。まあ、今回はちょっとね紫陽花っぽく組んでいきたいかなと思います。紫陽花っぽくってどういうことって思いますよね。どんな意味かは後で説明が出てきますのでちょっと待っててね。結構濃い方がちょっとこう短いので、まあそんなに背の高いタイプにはならないです。かなりもうガクッと下向きな感じですね。水が下がってるわけじゃないんですよ。下向きでなんか生えてた露地物なので、まあこういうのになりますね。うつぎです。今回のアクセントですね。このブルーの中に入った白がとても綺麗に見えます。ストレートでない暴れる紫陽花を組みやすくするためには横枝が広がった枝物などを使って挟んだりすると作りやすくなります。おすすめ花材としては小葉のズイナやソケイ、銅弾ツツジや椿などが使いやすいですね。またスモークツリーなどもおしゃれです。その他おすすめの花物は華やか系なら旬のシャクヤクヤバラ、可愛い系ならカスミソウ、ナチュラル系ならルリタマアザミやテッセンなどがおすすめです。紫陽花らしく今回組みたいので、まあ紫陽花らしくってね、コロンコロンモコモコってした感じで組んでいきたいなっていうイメージです。あんまり花の頭をこう綺麗につなぎすぎずにモコモコした感じに作りたいですね。紫陽花ってそんな感じですよね。ユーカリです。ユーカリにはさまざまな種類がありますが、今回はマルバユーカリのポポラスを使いました。グニユーカリや銀世界など他の種類を合わせても綺麗です。紫陽花の間の隙間にユーカリを足します。大きく空いている場所には多めに使います。キイチゴです。
あちこち散らさずに固めて使います。刃面の向きに注意します。傘を刺したような感じになるといいですね。葉っぱが段になっているので勝手に層ができてくれます。そこも木いちごのいい点です。利休層です。花と花の間に食い込ませていきます。お花に引っ掛けて流します。べったりしないようにふわりと浮かし気味に使います。ユーカリとキイチゴはグルーピングにしましたが、利休層はほぼ全体にかけるイメージです。あんこのグリーンですが、今回使ったもの以外にはダスティーミラーやハーブ類、ルスカスなどもいいですね。麻紐を使います。一回転するたびに引っ張ってしっかり巻きます。特に最初の1周目が大事です。最初が緩んでいると2周目から引っ張っても意味がありません。ただし引っ張りすぎて茎を傷めてもいけません。引っ張りすぎず緩まない、適度を体で覚えましょう。毎回作るたびにくくりができているか確認する意識がとても大事です。最後にアジサイの茎を探して前回のように綿を出してもらうか、ちょっと多いので大変だったらこう十字に茎に割りを入れてもらうといいですね。アジサイの茎を斜めにカットして、まず縦に割りを入れてから反対側からもう一回割りを入れてきますね。斜めにカットして縦に1回入れてから横からも1回、十文字に割りを入れてもらうと日持ちが良くなります。色はブルーをメインに白グリーンでまとめました。ブルーアジサイの間から飛び出る白い宇津木が生えて綺麗ですね。グリーンは4種類使いました。グレッシュで丸葉のユーカリ、手のひらのような切り込みのある明るいグリーンの木いちご、細身の葉とうねるつるが特徴の利休層、小ぶりで少し濃いめの宇津木の葉とサイズや形が異なる葉を合わせました。お花がアジサイとウツギだけだったので、グリーンで変化を作ったわけです。
また、アジサイの丸い形がつるんときれいにつながりすぎないように、面的にならないように、立体的にコロンコロン、モコモコとした形を感じるように組みました。それが私にとってのアジサイらしさです。アジサイをアジサイらしく組んだ花束になりました。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。